はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。と、撮影日は3月29日でございます。これからちょっとね打ち合わせの方に向かうんですけども、まあ本日いっぱい行きましょうかね。こちらでございます。はい、本日いっぱいはこちら、大道のね、世界一のバリスタ監修、微糖、なんて、コクフカブレンドだっけ、微糖ということでこちらを飲んでいきたいと思います。ちょっとパッケージが変わりましたんでね、いただきたいと思います。うん、うめえ。まあ比較的飲み慣れてるっていうのもあるんですけど、うまいですね。ただ相変わらずまだ世界一のバリスタ監修ってことでね、なんか第14代なんかバリスタチャンプみたいなやってますけどね、まあ昔のね昔のってこと、現役のバリスタさんじゃないんでしょ、チャンプじゃないんでしょきっとね。いや、わかんねえや。ということでね、ちょっとちゃっちゃとね、進めていこうと思うんですけど、先日ね、せがれが、小学校をね卒業しました。うん、でまあそんな大きなね学校じゃないんですよね。全校生徒もなんか400、500人ぐらいしかいなくてですね、まあ最近はですね、なんかそういう、こう少人数学級みたいなものにね、どんどん変わってって、で、まあもともとね、こう過疎化ってほどの過疎化でもないんですけど、やっぱり地方はね、人もいないですから、子供も少なくてですね、まあ我々第2次ベビーブーム世代からするとですね、まあ本当4分の1ぐらい。のボリュームになってきてるんですよね。だからすごくこうアットホームな感じのね学校環境だったんですけども、まあ、なんとか卒業することができましたけどもね。まあそれに伴ってですね、うちのせがれがやっているね、ミニバスケットボールのチームね、そういった学校のクラブ部活活動じゃなくてね、ミニバスケットボールのね、そういう、こう、クラブチームっていうかね、そういうの、地域の団体というかクラブに入ってね、やってたのが、まあ、それもね、まあ、卒業っていうかね、卒団っていうような格好に、なりました。うん、でね、スライドショー的なね、こう、なんていうかな、思い出ムービーみたいのをね、頼まれまして、作ってましたけどもね、ようやく昨日ね、完成したところであります。でね、いろんなね、まあ、今回その卒業していく、6年生たちね、卒業生たちを中心に写真をね撮りためてたものとか、あとはそのクラブの方からね拝借した写真をバババババーとスライドショーで挟み込んでったんですけど、まあ、うちのせがれはね、正味2年ちょっとしかね、やってなかったんですけども、まあ、それより以前からね、やってられてる子供たちもいるわけですよ。でね、そんな彼らの、小学校低学年ぐらいの時のね、写真を見てるとですね、まあ、なんかね、こう、まあ、親になったとは言いませんけどもね、なんかもう親戚のおっちゃん感覚になってて、ちょっと感慨深いものがありましたね。なんかね、一人一人のこの子供たちの成長をねこう見ていくとね、本当感慨深いものがねありましたけどもね。まあまたね、これで会えないわけじゃなくて、彼らもね中学生になって、またね同じ地域で姿も見るわけですけども、ただねお一方ね、今回ちょっと転校するってことでね、そこが本当に残念でしたけどもね。まあそんなね、彼らに対して、まあ彼に対してっていうかね、まあそういった部分もあってね、ビデオ作ったんですけども、まあなんかね、まあまあいいのができたんじゃないかなと思っております。はい、ということで、本日は、大道の、世界一のバリスタ監修微糖コーヒーでございました。